ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔鋼の目だ。メノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする？事実確認、上長に報告。クラウド、行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通り。だがエアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな。タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。ほっといてくれ。暴力反対。下がった。うわっ。相棒の借り返させてもらう。やってみる。先手だ。ソルジャーか。備えて。クラスパーク。
しまった。お願い、今日は帰って。そうもいかない。おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。わかった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。待ってて。やっぱり来る？花と話して、というそんな一日でした。行こう、お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね。ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？あ、あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。何かあったのか？さあ
行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。帰っちゃう？いや、もう少し。すごかったな。爆破予告。
秘伝の甘辛ソースだよ。スラムがあっちだから。アバランチのやつら、どんだけすげえバカ。たまにモンスターでもよ。もう一度は、シャークの息。神羅君は、アバランチ。あんた、金貸してくれたりする？やっぱりスラムはなれないな。あ、なんでもやだ。考えすぎか。初めてのスラム。あんたエアリス。何サボテンだ。おーちゃん、せんぽん。おいしい仕事だ。頑張れ。文字を覚えて本を読むんだ。おー、なんでもや。戦争は終わったと思っていたのにね。風体は恐ろしいね。もう帰っちゃう？いや、もう少し。もう帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう？元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい？あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう？欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。どうしたのクラウド？いや、怖い夢でも見た？でも夜明けまで待ってね、ちゃんと送ってあげるから。ああ。今度は見つからないように。
行くのかい？7番街へ行くにはどうすればいい？6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子には、もう、関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。すまないね。すまないね。昔話をしていたら対照的になってんな。プレートを眺めとる。プレートは私たちが作った空だよ。チョコボの洗剤早速使ってみたわよ。いい香りだったでしょ。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。空が見えるな。上工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店いっぱいできたの。ここで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。
よかった。七番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。前に出る。じゃあ後ろから。今だ。備えろ。あれはロボットアーム、かわいいよね。嘘、はしご引き上げられてる。この子使えないかな。私乗るから上までお願い。本気か。もちろん。上に行ってはしご下ろすね。
あれ？うん、よし、この調子で頑張ろう。待て。起こしちゃった？よかった。調子に乗る。そんなところで遊んでたのか。スラム育ちですから。たくましいな。嬉しくない。
アームで、あのコンテナ掴めない？アーム担当だった？はい。え？あれ、見て。どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私、下に行くね。クラウド、いいよ。やったね。こっちこっち。クラウド、ゆっくりでお願い。わかった。
誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それにおい、見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償弁償弁償ってなんだ。バカ、お前は本当の何も知らねえな。弁償ってのはな、そのあれだ。のえ、弁償ってのはそのあれだ。あれ、俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの。身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ。弁償だ。身ぐるみが弁償か。もうめちゃくちゃ。